Spirit. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。この間ゴッドファーザーの話をされてたじゃないですか。そうね、ゴッドファーザーいいな。僕はね、この間、やっぱり DVD で見た映画があって、お、何見た？今ね、ちょっとこうトラウマ映画的なものが流行ってるじゃないですか。そう、この間松山さんのブームのあれなんだっけ。とにかくあのお金持ちの老女がいまして、うん、そこに悪い奴らがやってくる、うん、で老女のうちには、エレベーターがあるんだけども、それが昔のやつですっけすけで、うん、でそこから出られなくなった時に悪い奴らがやってきて、そうそうそう、すごいいじめるんだけど、なんか中途半端のところに泊まってるんですよね。そうなんですよ。でお金あげるからって言っても それが目的じゃねえんだよみたいな感じで、すごい楽しそうに残酷なことをするので、うん、私はブルーになったんですけどって話しましたね。僕がブルーになったのは、うん、ある戦術っていう映画なんですけど、お、怖いね。その戦術はメロディーの怖いの戦術メロディーね、怖い、うん、ああ違う違う違う、戦術が走る の, 走る、うん、あの黒板にキーってこう詰め立てて戦術が走る、戦術か、うん、人によるわな、うん、これがなんで見たかっていうと、はい、僕子供の時にテレビで見てもうのめり込んだんですよ。多分ね、小学校怖すぎて 2,3 年の時、なんてすごい映画なんだと思って、怖くて怖くて魅力あった、うん、その時はものすごく楽しくっていうか、うん、面白かったんですよ、うんうん、モノクロ映画でアメリカ映画かな、ニューヨークが舞台で、うん、電車の中だけなんですよほとんど、うん、そこにいろんな人がこう乗り込んで、好きそうでしょ、うんね、いろんな人間模様があるんだけど、その中でなんか変なね、酔っ払ったチンピラみたいなやつが2人組で入ってきて、うん、それしかもうものすごい悪さをして、うん、でお客さん一人一人にもうなんかこうみんなもなんかもう打ちのめされるようなひどいことを言ったりやったりとかする話なのね、うんうんうん、でそれがやっとDVD になったんで、うん、僕はだから40年ぶりぐらいに、ただタイトルが、ある戦術、ある戦術なんだ、見たら何だと、これを子供が見て何が楽しかったんだろうっていうような、ちょっと想像をはるかに超えた戦術が走って、あ、そう、そっちのね、 B 級グルメじゃないかこれって、すごい、とにかくもうやりたい放題なの、そのチンピラ2人が、うん、でそこにはいろんなこう人種問題とか、うん、その階級社会とかね、うん、ゲイの話とか、うん、いろんなこうニューヨークこの人々が抱えた問題が、うん、そのある車両の中で展開するんですけども、もう降りようとしてもそいつら降ろしてくんないんですよ、うん、でもずっと乗りっぱなしで、うん、でもう本当にもうめちゃくちゃ、もうそれが延々2時間近く続いて、なんでその映画、なんだこれはと、うん、もう僕のテレビじゃなかったらもう壊してたいぐらいな、もう怒り、もうそいつに対してですよ、うんうん、で中に一人軍人が乗ってるんですよ、で手を怪我してるんですけども、うん、その人がちょっといい人っぽいのね、うんうん、でもう僕らは多分見てる人はみんなそうだと思うんですけど、そいつ立ち上がれと、うん、やっつけろあいつを、うんうんうん、ずっと思うんですけども、うんうん、手怪我してるからね、なかなか立ち上がれないんですよ、うん、ずいぶんなストレスの映画です ね、 もうね、もう最後もう最後あんまり言えないですけど、うん、もう最後の最後に、うん、まあちょっとカタルシスはあるんだけど、うん、もうそれぐらいのカタルシスじゃもう収まらないぐらい、もうストレスが、うん、なんであんな映画を作るんだっていうぐらいすごい。そして自分はどこが分かんない、小学校 2,3 年でこれに夢中になった自分が怖いですよ。私もさ、模様ドラマすごい好きだったわけ、うん、で大人になってもう一回テレビで見てみたら、なんていうことでしょう、笑っちゃったのよね、なんかでなんか何が良かったの、まあいい映画、いいんですよ、ブルース・リーはいいんだけど、うん、やっぱ子供の時ってやっぱりちょっと子供なんだなって感じがしますね。確かにね、僕あれですよ、あの子供の時にそのマリさんが大好きで、そう、何随分な方向に持っていかれるセリフィッシュな、そのマリさん、あの僕にとってはもう大人の女、そうだ、ね、といえばそのマリさんだったんですよ。そうですね、うん、それがね最近になって当時の映像を見たら、なんだこの小娘はと、今の僕よりだいぶ下だもん、ブルースリーの話と全然違いますけどね。ごめんなさい、それは一緒ですよ、自然なことじゃん、子供から見たら大人だった、今から見てそれ見たらあのお姉さんの方が子供だってことは、いやそれだけじゃないんですよ、言いたいことは、うん、ごめんごめん、それは聞かせてください。まあほぼその通りですけども
ね、そのマリさんってものすごく大人の女のイメージでしょ。あのね、ただね、60年代70年代の歌謡曲って本当歌詞がさ、もう夜の営みばっかりのこと歌ってない？なんか知らないけど、あなたならどうするとかさ夜の営みのことなのかな。あの、まあ、とにかくなんとなくこうセクシャルなのが、まあそうですよね、ね、ムード歌謡というか多かったみたいなのね。でそのマリはあれですよ、愛した人は、あ、そうかそうか、好きなのあなただけ、うん、でも品がいい方だったよね、全然、うんうんうん、宮川由さんの、ね、名曲ヒットメーカーなんだよね。金井勝子さんとか、うん、夏木マリさんも色っぽかったですけど、あ、そうですね、僕はもうそのマリさんですね。あ、私聞きましたっけ、誰がセクシーだって話何ですか今の発表やめてもらっていいですか、セクシーでも今見ると、はい、その色っぽさも年齢のことだけじゃなくて、うん、もう僕らみたいにもういろんな人生経験を積んできた人間から見るとですね、うん、これは色、これが色っぽいのかみたいな感じがするわけですよ。色っぽさとはこういうことじゃないの。あなたの春の歩みさ、バイジェームスミキ。いや、わかんない、死に滅裂で。ちょっと恥ずかしくなってきますね。いや、だから表情とかも子供の時見たイメージだとすごい大人の表情をしていたような気がするけど、本当の大人から見るとまだまだこの子は何も分かってないっていう風に見えたということです。私未だにさ、あの、やっぱあの、昭和の世代っていうのはさ、そのエロいことに笑っちゃいけないっていう教育がなされてるもんで、うん、あの昔もそんななかったじゃん、今も、うん、今みたいに、そうですね、あのね、あけすけじゃなかったり、こういう情報もねなかったからね、そうそうそう、だからなんかちょっとした大人のジョークで私が笑ったりすると、お前なんでその意味は知ってんだみたいな感じで親に叱られるような世代じゃない。だから私この間渋谷に映画を見に行ったんですよね、はい、秋香りすまきっていう、あ、言いましたっけ。いや、知らないですよ。そしたらその三浦純さんのブームじゃないんだけど、ロマンポルノの横の方でね、うんうん、あの女性デーっていうかね、女性のための日活の昔のね、うん、ロマンポルノをやってるの、女性のために、うん、で まるで私がさ、そっち行ったみたいじゃん、その同じ映画館で、うんうん、まあそう思いますよねと思ってちょっと焦り気味に、あのこっちのあの靴磨きの方お願いしますっつって、なんかちょっと大きい声でね言ってしまったんですけど、だけどそうやって一人で興奮してね、あの、うん、こっちですって言ってるのは私一人で、みんな若くて可愛い子がさ、うん、平気にで並んでて、女の子が、うん、で中年の男の人が、ここ襲われるだろうっつって、いや、ここお客様すいません、ここ女性の列なんですっつって、あ、そうなのなんて、全然弱いんですよ男の。そうなんだ、うん、昔でも僕の大学の頃の日活ロマンポルノの映画館とかってすごかったですけどね、うん、雰囲気が、あの男で、ね、あ、そうでしょうね、うん、でなんか勇気がいったっていう逸話も聞くもんね。すごい勇気いりましたよ、あの大人のふりをしたみたいな、うんうん、かわいかったね、大変な目にあったりもしましたもんね。あの痴漢的なことですかお疲れ様でございました